きチョンボスプレー。そうそう、あ、日本語ついてる。そうだよ。あ、これやつだ。そうだ。この前チーズ入ってなかったからね、これチーズがついた。私さっきチーズだけ通った。ここにこれね、チーズケーキ。これ初めチーズだけ通ったけど、ソーセージ、ソーセージちょっと入ってるね。これドラ焼き、チーズだけ通ったら、ここからチーズだけだから。あと頼まれてパンダンケーキと、あ、パンダンケーキのやつか。そうそう、今度それタロじゃなくてパンダンケーキのパンダのクリームもあったし、クリームかどうか知らないけどパンダンって書いてるし、タロこれ大好きなタロね。うん、あ、綺麗な緑が見えてきた。綺麗な緑、美味しいですか。うん、今日はこのパンダンのムーンケーキも買ったね。あちこちにあるね、パンダンってね。好きだね、こっちのアジア人の人ね。でもこれメイドインオーストラリア。はい、今週もお疲れ様でした。ありがとう。今日はね、日本にママ行ってるから、大切たちもお寿司食べよっか。このママも日本に着いた。そうだよ、だから今日本行ってるからね。今日はこんな感じのお寿司です。で、辛かったよくないからね、パンも買ってきたね。うん、で、あとデザートも食べよう。はい、今日はウィークエンドなので、朝はマクドナルドとベトナミーズロール買いました。大切に見る方が選んだね。取りたい。これシナモン入れる。あ、今あれだね、マクドナルドのあれだね。取ってもいい、モノポリーのやつ。いいよ、取っていいよ。これチャンスカード。チャンスカードか。インスタントウィン。何を出したの？フリーアトラクションパス。え、なんだろう、何ある、知らないね。で、さっきはこれとサンデーかアップルパンもらったね。よかったね。キャオロ、それはいいアイディアだね。そいつのがタロか。みなほのはみなほのはパンダンか。ああ、だってパンダの方行ったんか。おいしい？タロとどっちがおいしい？タロの方がおいしいんか。へえ。抹茶の味。抹茶何するん？うん、パンダン？先生、抹茶で飲んだことある？パパ、ハイドを取ってあげたらみんなこれ何か知らない？うん、パンパンパン。うん、おいしい。サンドイッチの味じゃないもん。